どうもパチオです、えー、今日は何の話をしていこうかっていうとねまあ自分語りの話になるんですけど、えー、今日ね、えー、健康診断に行ってきたんですよね仕事を休んでまあその話はね一応健康診断の結果とかね健康診断の流れっていうのは、えー、後日ねちょっと喋ろうと思うんですけどまあね健康診断って普通の人はよく言っ,言ってるだろうけど僕にとってはねものすごい久しぶりのことだったんで。 なその話はおいおいいいしていこうと思いますで今日はね何の話をしていこうかっていうとね、えー、リクエストがあったんでそれに答えていきます、えー、身体的に何か、ね、その悩んでることがあるかっていうねまあなかったらなかったでいいんだけどあったらっていうことでまあ僕ね一応、あのー、弟と妹がいて弟が、ねあのー、脳の方にちょっと、ね、異常がありの、えー、妹の方は心臓の方に異常がありのっていうことでね えー、あんまり五体満足じゃないんですよね、まあとはいえあの障害児とかいうレベルではなかったんであの普通に生活して、まあ、妹は結婚して子供産んでますしね、まあ、弟の方は弟の方で、まあ、正直言うと俺より頭いいんですけど <laughs> <laughs> <laughs>、うん、まあそんな感じでまあ一応ね、あのー、世間的に五体満足でうごう生まれてきてるのは俺だけっていうことで。 えまあ身体的な悩みはありません以上ですっていう話をして終わるってのはねあまりにつまらないんで僕のねあの今まで悩んできたいろいろな身体的特徴っていうのでねちょっと喋っていこうと思いますえまあ僕ねあのまず最初にねスポーツをやってたんですよね野球とかね少年野球とかやってたんですよでまあサッカーに手出したりとかねまあ水泳をやったりとかもしてたんですけど あのー、僕の体っていうのはね、あの調べるとね、とってもね、あの水泳とかマラソンとか、あのー、どっちかっていうとね、スタミナを使う系の、でその全力を尽くすというよりもそのインブ、イーブンペースで、あのー、コツコツやるとかね、まあそういうのに向いてるらしくて。 例えばその、サッカーなんかずっと走るけど、まあ、例えばあれ、ダッシュと、ね、そのダッシュしてスロ,ーになスローで動いての繰り返しじゃないですか。あの向いてないんですよ。野球とかって来たボールを、ね、瞬発力で打って、で全力で走って、でそのね、守備だってずっと突っ立ってて、 でボールが飛んできた時にバッてそのじゅ一瞬で判断して動くじゃないですかえーまあそういうことでね僕全然向いてないですなんで瞬発力がねあの波の人よりかなり劣ってるっていうね昔ね調べたことがあるんですよねこれ、えー、いつ頃だったかちょっと覚えてないんですけどえー動体視力とかもね測ったことがあるんですけど、えー、動体視力に関しては、えー、普通の人間 に比べたららかなり早いい方らしいんですよあのー、要するに目で見えてると目で見えてるにもかかわらず体は反応しないこれ非常にね悲しいことなんですよねあのー、要するにボクシングとかさあのー、相手のパンチが見えるとかさあの野球とかでさ あのボールの縫い目が見えるみたいなこと言うじゃないですか。あれ見えるんすよ。見えるんだけど、見えただけでどうしようもないっていう。要するに、相手のパンチ見えてるけど、殴られるまで僕何もできないっていう状態ただの拷問なんすよね。あの <laughs>、そういうものすごい悲しい身体的特徴を僕は持ってるんですよね。で、まあ、それをね、 あのー、改善するためにちょっとね瞬発力を上げるトレーニングっていうのもね昔頑張ってやったんだけどいや,やり方間違ってましたねあの頑,張れば頑張れば頑張るほどねあの僕の体はスタミナの寄りの方に伸びていきますおかげでね持久力とかねすごい伸びたんすよまあ昔ねあの学校のマラソン大会とかね香南市に住んでた頃の市民駅伝とかね出てたんですけど香、あのー、南市の市民駅伝とかも ね、そのどっちかっていうとエース区間みたいなところであのかなりいい成績上げてたし、水泳部なのに、あ <laughs> の僕の前にいるの、あの関、ーね、内とか西終わりであの1位のチームと2位のチームの陸上部員ですからね、あのそれ以外のやつ全員抜いてるんですよ。あ <laughs> の だから僕中2の時に出た時とかえーっとね僕の僕区間,区間7位だったんだけどあのーその区間にあのうちの同じ中学のやつが3チーム出てたんですよ。でそのまあ宮田中学ねで3チーム出ててでこっちの中学っていうねまあその陸上的にライバル中学校が2チーム出してたんですよ。 でそこであの5人じゃないですか。で、区間5位まで独占してて、でもう1個、あのまあ、5つ中学校があるんで、その中学校、別の中学校の陸上部のやつにが6位にいて、僕、区間7位なんですよ。なんなら、陸上部以外のやつの区間トップなんですよ。でもう1つおまけに言えば、5つ中学校があるって言ったじゃないですか。 あの他の3校の陸上部のやつには勝ってますからね。あのーまあ、出てなかった中学のやつもいるかもしれないけどまあ一つ知ってるのは割、まああのーね、とうちの中学の近くの,、ね、あのお隣の中学校みたいなとこのやつは出てたんだけどそいつには勝ってますからね。<laughs> っていうぐらいねなんか持久力の方が伸びちゃって。 まあなんならね、それにはなあの伏線があって、あの僕の,あの親戚にね、あの800メートルだったと思うんだけど、陸上のね、あの岐阜県の記録を持ってた人が存在するんですよ。<laughs> ということで、まあ決闘的にもね、<laughs> あのどっちかっていうとあの、まあどっちかっていうと持久力寄りで、そっちの方が伸びやすいっていう、そういう人間だったんですね。 まあね、そのね自慢だった持久力もね今体重がねその当時の倍ぐらいあるんであのー、<laughs> 使い物にならないっすよね <laughs> 残念ながらもう今ねあのー、ちょこっと走りゃもう汗もすっごいかくしもうフー,フー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 言うし何なら足が上がんないし体が動いてないのが丸分かりっすからねでまあそういう感じであの喋っていくんですけど結構長いこと喋ったね1個だけの特徴で。 あとねまあ悩みの一つというかあのそれもね昔から、あのー、スポーツやってる時に悩みだったんですけど体がクソ固いですあのー、僕あのね立位対前屈ってあのー、立った状態から前に、あのー、前屈して、あのー、定規でさつまあのー、先の下何センチかって測るあのあれあるじゃないですか立位対前屈。 僕、マイナス15とかマイナス18とかなんで、まず手首に届かないです、自分のつま先が。あの、膝下までは届くんですよ。あの、まあ、簡単に言えば、前屈したときに膝下までしか届かないです。まあ、そのね、すねぐらいまで届くかな。まあ、マイナス15とか18とかなんで。あのー、 足首触るのはちょっと辛いかなっていう感じです。まあそれもね、あのー、ものすごい硬い状態からリセットしてスタートするんで、あのー、めちゃめちゃあの、その前に何十分も柔軟体操すれば、あのー、柔らかくなるんですけど、まあね、その、普段の状態を検査しなきゃいけないから、別に僕そういうことやらないですからね。あのー、そういうことで全然ね、あのー、 ものすごい体が硬い。<laughs> あの、それも悩みでした。<laughs> あの、それがね、あの、大丈夫な、例えばスポーツとかあるんですよ。例えばさ、あのフォームを固めなきゃいけないスポーツってあるじゃないですか。例えばボウリングとか、例えば、まあや、僕は好きじゃないからやらないですけど、ゴルフとかって、あの、常に同じ姿勢でやらなきゃいけないスポーツってあるじゃないですか。ダーツとかもそうなんかな。 あ,のああいうスポーツってのは、なんか体が硬い方が、その、ぶれないからいいらしいと。あの動かそうとしても、そっち側に動かないという状態になれば、壁がで、体に壁、あの、ピッチャーのね、がよく言うじゃないですか、体にか壁を作るみたいなことを。あの、なんかそういう意味では、あの、それ別に悪いことじゃねえぞなんて言われたことはあるんだけど、残念ながら僕がやりたいのは9位でしたからね。あの <laughs> 全然ダメでした <laughs> まあねあのー、こっから先ちょっとねあの身体的特徴っていう話になるとえー、悩んでるまではいかないんだけどね実はもう公開してるんだけどねちょっと下の方の話になってくんですがえー、まあここら辺でちょっとあのー、ね下ネタ嫌な人はちょっと降りていただくとしてあのー、僕ねあのー、まあ悩んでるっていうかちょっとこれは恥ずかし なーっていうあのー、身体的特徴があってまあ、要するにねあの男性のねあれがね向けてないんですよねあの <laughs> <laughs> ええまあぶっちゃけます法径ですあのー、これね僕言ってるんで世間に公表してるんでなんなら YouTube でもちょ,ちょこちょこ喋ってるしねあのー、別にいいんですけど ただ、俺、自分がずっと普通だと思ってたのよ。で、親父,親父がずるむけなんですよ。まあまあまあ、当たり前だと思うけど。で、その、中学の時とか、水泳部の時に、別に俺、隠さずに、ずっと着替えてたんだけど、ある日、その、皮がむけるという情報を手に入れたんですね、僕は。あの男性はあの、皮がめくれますと。 あれ俺めくれてなくねあのー、今後むけてくるのかなってまあ思ってたんですよでねあの川,川にずっと隠れてる状態ででねいつまでたってもむけないんでこれやばくねってなってでなんなら、あのー、中学の時隠さず着替えてたんだけど中3ぐらいになったら逆に隠すようになりましたあのー 俺向けてねねええの恥ずかかしくねえかっんでそのずっとその向けない向けないっていうふうにの,のは結構悩みだったんだけど中3ぐらいにの時にまあ一応ねあの成長期だったからか知らないけど一物がちょっと大きくなってまあもともと俺でかいって言われてたんだけどでかいって言われてたけどかぶってたのよ。 で,そのでかいって言われとったのにかぶってたやつが、まあ、ちょもうちょっと大きくなったことによってあのちょっと先っちょ出るようになったのよ通常状態でで通常状態で先っちょ出るようになるとあのー、まあねあの興奮したりしてそそり立った時にあのちゃんとペローンと全部めくれるのよまあ、要するにね火星方形ってやつなのよ だから僕ねあのその火星方形に関してはあのちょっとなんとかならんかなってねあの結構結構悩んだんだけどあの実は日本人ってあのみんながみんなねあのー、隠してるか公表してないか知らないけど3割近くの人間が火星方あの火星方形らしいんですよ。なんか3割あの全体の3割方形がいて。 で,で2割ちょいが、あのー、火星でで全体の1割かそれよりちょっと少ないぐらいの人間が神聖宝剣だという話をねどっかで情報を仕入れて「はいよかった俺だけじゃなかった」ってものすごい共感をしたあのそんな話があるっすね。 まあそんな感じでね、あのーまあ、身体的に俺悩んだりしたことってあんまりないんですよ。そのまあ、なるようにしかならねえよみたいな。で、まあね、あのこの年になると世の中の人はハゲてきたりするんだけど、あのー、俺んとこ家計的に全くハゲないから、まあ、ハゲないはハゲないんだけどさすがにこの年になってちょっとね、俺去年ぐらいから自分の白髪に気づき始めてねあのそれはちょっと割とショックだった。 あのー、白髪にもならないんじゃないかって思ってたけどでもよう考えたら、あのー、今自分がの年っていうのがね、あのー、俺が実家を出た時の年齢と一緒ぐらいになってきてて、あのー、実家を出た時の親父の年齢と同じぐらいになってきててでそう考えたらうちの親父も結構そのくらいの年になったら白髪が出てきてたなってまあそれを考えりゃあんまり変わらんでいっかみたいな。 で僕白髪が別にかっこ悪いと思ってないんでだってあのなんか年ね人間いい感じに枯れてきて白髪が出てくるって俺かっこいい逆にかっこいいと思ってるからさ白髪あの生えてくれないかなあの中途半端に残るんじゃなくて,ってあまあでも全部真っ白もなんかちょっと違うかとねなんかそのねあの貫禄じゃねえけどさあの昔あの まあ何ヶ月か前にねあのその、俺、白髪かっこいいんだよな、かっこいいからっていう動画を、ね、出したことがあるぐらいにね、白髪ってかっこいいと思ってるから大丈夫なんだよね。まあ、あとね、あのー、長年の不節制がただって、えー、歯がね、今何本かない。あのー、飯食ってる時に、あのー、パリパリ割れる歯が。<laughs> あのおかげさまで今3、4本かな歯がないんだわ。 <laughs> 43歳でこの状態だから多分60になる頃にはもう半分ぐらいないんじゃないかなって思ってるまあこれはねもう本当に長年の不節制がただってあの歯磨きとかも全然しなかったからあのー、まあ仕方ないよね、まあ、これに関してはもう諦めてるだからねあのー、6まあ定年とかぐらいになる頃にはもうほとんど歯なくなってるだろうから あの入れ歯にしようかなみたいなインプラントとか高いんでしょ、あのー、っていうこともあるから、あのー、そこぐらいかなっていうねまああとスポーツやっていく上でねあの筋肉がなかなかつかないことを悩んでたんだけど、まあ、これに関してもね僕の努力の方向が間違ってた、あのー、今世の中に筋トレの知識って山ほど出てるけど あの俺の筋トレはやっぱりスタミナを鍛きえるためのトレーニングでしなかなかった要するに低負荷をなんかいっぱいやるみたいなトレーニングしかしてなかったんだよねだからあの昔に今の知識があったらもうちょっとねそのスポーツとか頑張れたのかななんていうねそういう後悔はちょこっとあったりはするんだけどまあそれはねみんな同じ条件だしやっぱその自分がやってることに対してのその ゴールが見えてきたらさあんなちょっと負荷上げるかとかさあのそういうことをしないでひたすら回数をやることをねあの心がけてたからやっぱそういうとこだよねでその全力を出すじゃなくてその息を切らさないようにやっぱ走っててもさその最高速を出すんじゃなくてその全部の,のとこをイーブンで走ってトータルでタイムが速いのを目指しちゃうのよ。 やっぱそういう意味でも、やっぱその、ね、瞬発力よりもスタミナ寄りの <laughs> 体にな,なるようにしか、やっぱな、あのー、変えようと思っても人間の性格だから、そこら辺は、なかなか治らないよねっていう、そういうとこがあって、まあちょっとね、あの、そんな感じで、あ,ーあと、ね、多分これ健康診断の結果で、 前よりももっと悪い数値が出ることほぼほぼ確定してるんだけど、腎臓悪いっすよ。あの、ひょっとしたらね、要検査とか要入院とかになってる可能性がある。あの、4段階ぐらい、あの、数値の良し悪しがあって、えー、っと、健康診断で最後に検尿を受けたのが、多分8年か9年ぐらい前なんですよね、僕。で、 その健康診断の時に、まあ、あの何段階かあるうちの2段階悪いっていうことになっててでその時はその、ね、一応肉体労働をしてたから激しい運動をした後だとその腎臓の数値が悪くなりがちですよみたいな話でああそうかじゃあそれだよねみたいな感じでスルーしてたんだけど実際にはその2段階悪くなるってのはあのはちょっとおかしいっていう。 だから、それ以降ね、もうすでに9年とか経過してるわけだから、あのー、腎臓はおそらく悪いでしょうっていうね。まあ、だからね、2週間後ぐらいに僕のとこにね、その郵送されてくるわけですよ。あのー、健康診断の結果が。だから、その時にね、ちょっとそういう話はしていきたいと思います。じゃあ、これで終わりにしましょう。以上、パチョウでした。バイバイ。